はい、原理定数、京都薬科大学2021年の問題を説明します。27度 C、1.01 サンプル中の5兆パスカルで体積 4% 二酸化炭素を含む空気が水に溶解し、飽和して溶き、溶けている二酸化炭素の濃度は何モルマリというか、また27度 C、1.01 サンプル中の5兆パスカルで21リットルに溶ける二酸化炭素の体積は0度 C、1.01 サンプル中の5兆パスカルに換算すると 0.56 リットルであると。ということですね。標準状態で、21リットルに溶ける二酸化炭素の体積は 0.56 リットルだからね、これ 0.56 リットルを 22.4 リットルで割ると、まあモルだったかな。でこれは1気圧 1.01 サンプル中の5兆パスカルの時は、これだけのモル溶けるということなんですけど、今二酸化炭素は 4% しかありませんので、でこれヘンリーの法則で、分圧は 4% が100ミリオンからとかなのかな。もし圧力が、2×10 の5乗パスカルとかやったら 2×7 ミリオンで、まあ、4% しか入ってないからこうかけます。でこれかけて、で、モルを出したらね、でモルを出すとどうなるかというと 1.0×10 のマイナス3乗10のマイナス3乗モルできますね。こんだけ溶けるんです。で今、1リットルに対して、こんだけが1リットルに対してこんだけ溶けるので、濃度は 1.0×10 のマイナス3乗モルマイリットル、こうなります。これが1番な。で2番目は水に溶けて pH に影響を及ぼす空気の気体は二酸化炭素のみであるとすると、リチの水溶液の pH はあるくらいだと、まあ、CO2 は水に溶けたら HCO3- と H プラスに分かれると H プラスに分かれると、これまあ電離度アルファとしたらね、アルファとしたら、これは濃度 C としたらな、これ C アルファ、こっち C アルファで、こっちは、電離後、電離後は C の1マイナスアルファだ。C の1マイナスアルファやけど、これ KA っていうのは、これ上、ね、で、C アルファ、C アルファな。で、C の1マイナスアルファやけど、これ1マイナスアルファは 2R イコール1と思うな。Cα は10なんですよね、Ka は。Kの値分かってるな。Kの値分かってるので、今、何を求めると pH やな。pH は Cα を出したいな、Cα。α 事情は、C 分の K やろ。α はルート C 分の Ka やけど、求めるのは H プラスを知りたいな、この濃度な。これは C アルファやから、C のルート CKA、これもお決まりのパターンやな。だからルート CKA ですね。で、このルート CKA やから、ルートの C が、濃度が先ほどから 1.0×10 のマイナス3乗で、これ H プラスの濃度でな、水素イオン濃度はこう。で、4.0×10 のマイナス7乗やな。こうしてやな。pH はマイナス6の、これ定義でこういうデバインされてるので、こうやな。で、これマイナスの6の、これ4、10のマイナス10やから 2×10 のマイナス5乗やな。で、これは5マイナス6、2で、これ量には0.3を使うと 4.7 ですね。4.7、ここでよかったかな。はい、終わります。